エンリコ・プレツヨージは、イタリアの実業家。サッカーセリエ A、ジェノア CFC 会長。プレツヨージは、イタリア有数の玩具会社、ジョキプレツヨージ社を設立し、一台にして、イタリア有数の大富豪となった。ジョキプレツヨージ社は世界にも進出しており、2008年3月には、中国の工場で一度、有毒な原料使用が問題となったこともある。 ジョキプレツヨ王子社のヒット商品にフィギュアのゴルミーティがある。プレツヨ王子は自らの資材を投じてサッカークラブ経営に乗り出す。サッカークラブの運営により自己アピールする狙いもありメディアへの積極的な露出、補強面での大規模な資金投入が目立つ。コモカルチョなどの買収を経てより有名なクラブのオーナーを目指し2002年の フィオレンティーナ破産の際には買収も噂されたが、この時はデッラ・バルレがオーナーの座に就いた。2003年7月には、財政破綻の危機に陥った名門ジェノア CFC を買収し、莫大な資金を投下して、積極的な補強を行っている。ジェノアのセリエ A 昇格を目指し、ロベルト・ドナドーに、ルイジ・デカーニオと、次々と監督に招聘するが、昇格には至らなかった。 2004から05シーズンには、セルセコズミ監督指揮した、ディエゴ・ミリー・トラの活躍もありセリエ昇格を決めたが、プレツヨージ会長による、最終節 SSC、ベネツィア戦での買収工作が発覚し、セリエ C1 降格処分となった。プレツヨージラクラブ首脳はこの時の不正工作について、後半中である。昇格決定時、 今野康幸のジェノアへの遺跡が噂されていたが、広角処分により立ち消えとなった。2005年10月には、テレビ番組の中継で、ジェノア元監督、フランコスコーリオとの討論中に、買収工作に激怒したスコーリオが、心臓発作で死去する悲劇が起きている。しかしプレツヨウジのクラブへの投資は続き、2005から06シーズンは、セリエ B 昇格を果たす。 2006から07シーズン、ジェノアは、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の下で、セリエ B3 位となり、13シーズンぶりの、セリエ復帰を決めた。プレツヨージ会長は、積極的な補強を行い、マルコ・ボリエッロ、アブドゥレ・コンコ、マッテオ・パーロラを加入させ、ガスペリーニの攻撃的サッカーで見事に10位に、食い込んだ。2008から09シーズンには、さらなる躍進を目指し、 FW ディエゴ・ミリート、ラファエレ・パンラディーの MF ・ジャンドメニコ、メスト、アンドレア・ガスバローにティアゴ・モッタラを補強している。特にミリートの復帰は、ミリート本人、サポーター双方を喜ばせるものであった。ガスペリーニの再配プレツ・用ージの補強の成功により、5位という好成績を収め、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。 シーズン終了後には持ったと、ミリートをインテルへ売却し、エルナン・クレスポ、アルベルト・サパテル、エミリアーノ・モレッティなど優秀な人材を確保。買収疑惑など批判は少なくないものの、実業家としての優れた手腕やクラブへの熱心な投資と成功は評価されており、ジェノアのティフォージもプレツヨージを支持している。1、プレツヨージグループ HP にゴルミーティ公式 HP。 ありがとうございます。